デイビッド・アッテンボローサーデイビッド・アッテンボローは、イギリスの動物学者、植物学者、プロデューサー、作家、ナレーター、デイビッド・アッテンバラなどの表記もある。ロンドン出身。兄は映画監督のリチャード・アッテンボロー。父が学長を務めていたレスター大学のカレッジハウスで、三人兄弟の二番目として育つ。第二次世界大戦中、両親は、 ユダヤ難民の少女をヨーロッパから養子として受け入れる。レスターのワイジェステングラマースクール4ボーイズを卒業後、ケンブリッジ大学のクレアカレッジで小学生として自然科学の学位を取得。1950年、ジェイン・エリザベス・エブスワース・オリエルと結婚する。結婚生活は彼女が亡くなる1997年まで続いた。ジェインとの間に西がいる。 ロンドン大学出版会の科学編集助手を経て、1952年にプロデューサーとして英国 BBC に入社する。1960年代前半にロンドンスクールオブエコノミクス大学院に進学したために BBC を離れるが、修士号取得後 BBC に復職し、1965年には BBC 第2チャンネル局長に任命される。世界各地で野生生物、 民族学関係のドキュメンタリー制作を手掛ける。1972年からフリーとなり、BBC の自然藩と共に、動物や植物、昆虫や無脊椎動物などのドキュメンタリー制作を続けている。1981年ユネスコから科学普及の功績に対してカリンガ賞を受賞。1983年王立協会フェロー選出。 1985年に叙勲。同年、王立地理学会から金メダルを授与された。2000年にコスモス国際賞受賞。2008年、オーストラリアで化石が発見された。世界最古の大生生物である古代魚類が、彼にちなんで、マテルピシスアテンバローと名付けられた。2009年、フィリピンパラワン州のビクトリア山で発見された。 ゲッハルヨも捉えるほど巨大な新種のウツボカズラが彼にちなんでネペンテスアテンボロギと名付けられた。2016年英国自然環境研究会議の新しい局地調査船が彼にちなんでロイヤルリサーチシップサーデビットアテンボローと命名されることになった。公募に基づく命名であり RRS デビットアテンボローは人気4位の名称だった。ありがとうございます。